国民を洗脳する装置であり、テレビは核兵器に勝る武器であり、テレビはテレビにとって都合の悪い報道はしない。これを知ってしまった人はもうテレビの報道なんて信用できない。なんとかしなきゃいけない。それは選挙でしか変わりません。私どもの活動まだまだ小さく、多くの方に理解をしていただいていません。しかしながらもうすでに3年前には投票率 2% を超え、国政政党に押し上げていただいております。この3年間しっかりと仕事をしてまいりました。 NHK のスクランブル放送については自民党の賛同が得れないため実現しておりませんが、悪質な NHK の集金人の訪問は来年の9月でなくなります。そして NHK にお金を払わなくとも、我々 NHK 党が NHK から裁判された方の裁判費用、そして払うべき受信料を全額お負担させていただきます。これで安心安全に国民の皆さんは受信料の不払いができるわけです。国が NHK を潰さないのであれば、庶民の力、国民の力、大衆の力で直接 NHK をぶっ壊す。今の NHK に払うお金などありません。暴力団にお金を払うのと一緒ですよ。 NHK の年収、職員の平均年収1800万円、1ヶ月150万円ももらっているのが NHK の職員です。それでは物足りず、いまだタクシーチケットを私的に使ったり、裏金を作って私腹を肥やしている職員がまだまだゾロ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 出てきています。こんなところにお金を払いたくない、当然のことです。ですから我々はゆっくりではありますが、着実に国民の皆様の声にお答えし、信頼を少しずつ取ってきていると確信しています。今 YouTube の世界を見ていただければ分かりますよね。先ほどトップ YouTuber のヒカル君がここに上がって